皆さんこんにちは、水木青の青色 TV、 イエーイ、始めました。今日はセリアの新商品を紹介したいと思います。イエーイ、ということで早速紹介していきたいと思います。まずセリアの新商品やねんけど、すごい家の用品家の用品家用品家庭用品か家庭用品や、そう、家庭用品がすごい多いねんけど、まあ、すごい可愛くておすすめなので見てってください。はい、ということで始めていきたいと思うんですけど、まず一つ目はこちらです。じゃん、ラップケースが出ました。ちなみに一つ100円です。白とグレーとあと黒色もありました。めっちゃ可愛くない？ラップケースで、まぁ、ちょっとラップを実際に入れてみます。くるくるくるラップ、くる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 。ちなみに中はこんな風になってて、この刃のところがギザギザになってます。これはラップをそのまま入れるんかな。やっぱそうやな。じゃあちょっと失礼します。こんな感じで入りました。で、閉めて、おお、ちょっと汚くなっちゃったけどちょっとビラビラ残ってるけど、でも全然綺麗にできます。と、50m? ちゃうな、22cm か、横が 22cm ぐらいのが多分入るんじゃないかなって思います。あと、アルミホイルもこう入れれるかなと思って、このグレーも買ってました。ちょっとさっきサランラップちょっと直しますね。あ、やっぱでもこっちの方が、でも確かにちょっとこっちの方がやっぱ切れやすいうん、全然やっぱ違うわ。しかもクレラップってなあ、すごい歯がいいわ。ちょっとやっぱなんていうの、固定っていうか、こう空きがあるからちょっとスカっていう感じやったけど、まあ、でもすごい可愛いのでおすすめです。ぜひ。ちょっとテンション上がっちゃうとな、正座しちゃう癖があるねんな。じゃあ次、二つ目はこれ。これは歯磨きのやつやねんけど、なんかこの前ダイソーでカチャって押したらカチャってしまって、歯磨きをパッて取ると、パカッて開くやつを買ってんけど、これはセリアでこうそのまま刺すだけの歯ブラシを見つけて、これも新商品です。めちゃめちゃいいなと思ってゲットです。で、歯磨きが、まあ、これなんやったらやっぱり歯磨き粉も同じの出てます。こんな感じで、歯磨き粉はここに入れるタイプで、これをこうやってしっかり結構固定できて、あ、間違えた、下に穴があって、で、ここで蓋が固定できて、胴体もこんな風に固定できて、後ろは吸盤になってるんで、まあ、お風呂とかにこうやって置いてるとすごいいいかなって思います。めっちゃ可愛くないこれ。で、しかもなんか錆びにくいステンレス歯磨き粉ホルダーやって、で、歯磨き粉の種類やったりで、まあ、入らん場合はあるんで、まあ、そこはちょっと気をつけてって書いてます。はい、これも一つ100円です。次はこれ、じゃーん、洗剤用ボトル。これも100円やねん。で、500ml 入るんやけど、まあ、これはなんか見てこういう柄なんかなって思うかもしれんけど、違います。よいしょ、あれ外れへん、あ、ここや。テープを外すとこんな感じの真っ白の洗剤入れになるねん。すごない？めっちゃ可愛いねんけど。これも新商品です。で、ちなみにこんな風に開いて、これも3つに分解できます。まあ、すごい一人暮らしの方とか、まあ、お母さんがこういうの好きやったりとか、まあ、自分のこだわりとかですごいいいかなって思います。中にもしっかり、10、25、30って、まあ、見えへんよな、10、25、30っていうメモリの線もしっかりついてるんで、これはすごいいいかなって思います。はい、じゃあ次はこれ。これめっちゃ可愛くない？実はティッシュケースなんです。これはボトル型のティッシュケースって言って、120枚ティッシュが中に入ります。
で、上が編み編みになってるんで、ここをよいしょ、お、開けて、あ、パカってできた。これは取っていいんかな、取るもんじゃないんか。あ、取れた、取れた、取れた。こんな感じで、ティッシュを引っ張るとほら、出るっていう、こんなティッシュケース、めっちゃ可愛くない？で、詰め替え方もしっかり書いてて、側面のこの下の部分を外して、で、市販のティッシュを60組分、約、カッコ120枚をこうボトルっぽくして中にボッて入れるともう一回使えるんで、まあなんかちょっとこう置いてるだけでも可愛いし、これは隙間とかにも置いとけるからすごいおすすめです。ぜひセリアで見てみてください。これは可愛い、ほんまに可愛い。で、次は結構なんかインスタとかでも話題になってました、これです。これは何度でも貼って剥がせるフィルムフックスイングタイプダイやねんけど、台も3キロ引っ掛けれます。こんな感じでちょっと開けてみます。で、開けるとこんな感じになってます。すごいなこれ。で、空気が抜けてピタって貼れるみたい。シールとか、ちょっとシールみたいになってて、これを外したらいい感じにペタって、いい感じにペタってなるみたい。で、まあ何回も貼って剥がせるから、まあ場所ちょっと良くなかったら外してって何回もできるみたいなんで、これはすごいおすすめです。はい。で、ちょっとこれは最後ほんまに欲しかったのがあんねんけど、あの、もうセリアに行ったらぜひ探してみてほしい、ソックスハンガーっていうのが出てて、で、ソックスハンガー探しに行ったけど、なんか、こう場所によって全然発注の要素がなかったり、発注要素っていうか発注未定やったりとか、まあ、あるみたいで、ソックスハンガーっていうのは靴下をなんかな、こうかけれるやつみたいなやねんけど、もうぜひ見てほしい。これはすごい気になるなと思って探したけどちょっとなかったです、ごめんなさい。はい、ということでね、今回はセリアの新商品紹介でした。セリアの新商品は結構なんかモノクロな感じとかで、なんかおしゃれなんが多かったりとか、あと大理石のノートとか大理石シリーズみたいなのもすごい売っていたので、まあ、そこもぜひチェックしていただけたらなっていうふうに思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあ、またねー。